のりはこちらの面になるんですか。そういう時、ところに。海苔の香りと旨味が口の中に広がってご飯が必要になりますね、これね。こう一体ですね、全部あの海水だらけという状況でございました。強い農業づくりをなる6次化産業の中で建設をしようと思って今一生懸命仕組みを書いているんです。実際前よりもいいものを作っていこうという強い意欲を感じました。雇用の面でもこう進めていくという面においてもそうですから、しっかりと我々も支援をしていきたいと思いました。156個今満杯ですよ。156個満杯です。はい、支援関係も希薄な状況です。まあ、高齢化と相まって社会的孤立が心配されます。今までの住宅ピーク座面においては復興が進んでいるわけでございますが、これからは被災された方々、体や心の健康のケアに力を入れていく必要を感じました。